SDGs、 今日は13番目、はい、気候変動に具体的な対策を見ていきます。二酸化炭素の削減ですね。そうなんです、はい、そこで今日こんなレジ袋をご用意しました。このレジ袋が何からできていると思いますか？こちらです。これは米、お米からできているレジ袋なんです。へ、確かにね、甘い想像よりずっと甘い匂い。甘いですね、はい、甘いですよ。これは確かに違う、プラスチックって感じじゃないよ、これ。あ、どこかで嗅いだことのある甘い香り。買ってきたお米の袋を開けた時の匂いがしますよね、うん、あれか。さて今日の SDGs は、はい、気候変動に具体的な対策を、二酸化炭素削減なんですが、はい、そのことについて菅総理も以前このように話していました、はい、2030年度に温室効果ガスを2013年度から 46% 削減することを目指します。世界のものづくりを支える国として脱炭素化のリーダーシップを取っていくということを表明しました。では現在の二酸化炭素の排出量、うん、こちらは日本です、はい、このように2014年頃から下がってきています。排出量は減っているんですが、右の二酸化炭素濃度をご覧いただくと上がっているんですよね、うん、ちょっとこれ理解ができないので森さん、ご説明お願いします。排出量は減ってはいるんですけども、もちろんまだ出てるんですよね、はあ、出続けてはいます。それともう一つは大気中の濃度っていうのは、いろんな世界中の国から排出された二酸化炭素がこう鳴らされてますから、そういう意味ではまだまだもっと減らさないと濃度は上がり続けるという状態ですね、はい、そこで二酸化炭素の排出量削減に向けて目標とされているのが、はい、脱炭素化のものづくりなんです。要は化石資源からの脱却、石油や石炭を使わずに自然界にある植物や廃棄物などのバイオマス資源を利用してプラスチック、そして燃料の製造を目指すということなんです。それがこれだ、はい、お米からできているんですよね。お米からできてんだ、嗅ぎたくなりますよこれ必ず。で, すよ、ねね、でもちゃんと使えるんでしょこれ。もちろんです、もちろんです、ね、もちろんです、はい、すごい、ね、このレジ袋が生まれたんですが、はい、考えられない、はい、今まではそれがサトウキビやトウモロコシだったものが、はい、今回はお米ということで、森さん、はい、どうやって作っているのか、ね、うん、バイオマスレジンホールディングスと杉原さんのお話を見ますと、このライスレジンというのは食用に適さないお米、そんなお米があるんだ。あるんです、食べられないお米、食べられないお米を、プラスチックの材料として加えるということなんですね。で、そのトウモロコシやサトウキビもいいんですけれども、サトウキビ、トウモロコシって輸入が多いんですよ、うん、そうすると運んでくるコスト、エネルギーもかかりますし、それから供給があんまり安定しないことも考えられる。で、国内で安定供給、そして輸送コストもかからないものっていうとお米だということで、うん、着目したらしいんですが、この食用に適さないお米、これ一般的に食べるお米の粒なんですけれども、こうではなくて害虫などによって黒くなってしまったお米ですとか、精米の時に出る細米という、あ、これありそうだな、こういうのがあるんですね、はい、で実際どういうふうにその精米の過程でこういったお米が出るのかをちょっと私が取材してまいりました、はい、ご覧いただこうと思います、はい、ここに玄米を、あ、ここに入れるんですね。でこの玄米をですね、まず石抜き機という機械に通して収穫の時に混じってしまうこういう小石を取り除くんです、はいはい、石が入ってるんですね。石入ってんだ。そして次にいよいよ精米機で玄米から白米にするんですけれども、はい、もうここでぬかが取り除かれるんですけれども、さらにこの細米という、お米の破片みたいなものが取り除かれます、はい、こんな風にですね、綺麗な色はしてるんですけれども、割れていて小さくて、これ砕けてるですね、炊いても美味しくないんですって、うん、これが細米、だからこれはもう出荷対象にならない、うん、そして、精米したお米の中にも害虫によって黒くなってしまう、ありますね、こういうのが入ってるんですね。こんなにあるんだ、でそれをね、この識別選別機という機械で取り除いて、出来上がったものが我々消費者のもとに届く。でここで食べられるお米と食用に適さないお米に分けられるそうですね、はい、でこれを使おうと、はい、そうなんです。でこれ、伺ったのが東村山市の島田商店さんなんですけれども、この島田商店さんで自家精米されてまして、まあ、ぬかを取ったりするんですけれども、最終的に、出荷したお米でぬかはですね、業者に販売して油を取ったり肥料になったりするんですが、この細米とか黒くなったさっきのお米、これはもう飼料にする以外は廃棄するしかない。その量がこの島田商店さんだけで1トン以上出てくると年間に。でこれ年間で全国でいきますと、お米マイスターの方に伺うとですね、大体収穫されたお米の 1% から数%がこの廃棄対象になっちゃうんですって。でお米っていうのは
もみ殻ですとか稲わらも全部再利用できるんですよ。でこの栽培やその変色したお米だけが唯一もったいない部分だったんです。で年間出てくるのが年間全国でいくと8万トン近く、これが廃棄されて、でこれを使ってプラスチックにしようという試みなんですね。はい、でどのようにこれがプラスチックになるのかと言いますと、新潟県の南魚沼市にありますバイオマスレジンホールディングスの工場なんですけれども、こちらも製造工程をちょっと取材してありますので、ご覧いただきました。どうやってできるんだろう。まずは原料となる米とプラスチック樹脂を機械に投入し混ぜ合わせます。そして混ぜ合わせたものを150度から190度に加熱、棒状に成形します。棒になるんだ。成形されたものをベルトコンベヤーに流し、水や冷風で冷やして固めていきます。へー。その後3ミリの幅にカットし粒状にしていきます。また粒になるんだ。はい。お米だもんね、元。そして粒状にしたものを乾燥させ再び冷却、うん、このようにして米由来のプラスチックライスレジンが完成するんです。はい、これがプラスチック製品のさらに材料になるわけですね、うん、ですからあの従来のプラスチックとお米も混ざってる、うん、そういう材料なんですが、こちらにありますライスレジンという、こういう、いろんな色があるんですね。いろんなのがありますね。こういう黒くなったお米とか栽米という小さく砕けたお米からこういうふうに変わってくると。でこれ、特徴なんですけれども、石油系のプラスチック樹脂と同等の耐久性、遜色ないそうです、うんうん、それから加工性も、全く変わらないということで、うん、今までのそのプラスチックのを使って、ものを作っていた工場で同じように使ってもらえる、はい、素晴らしい材料かな、はい、新しい設備は特にいらないということなんですね。でも二酸化炭素は削減されてるわけですね。ただもういいね使ってますから、うん、そして実際にあの物を作るときにはですね、また熱を加えたり強化剤を混ぜたりして、型に流し込んで物を作るわけです。例えばこれお箸の例ですけれども、こんなものが作られていると。で質感や製品の仕上がりは多少変わってくると思うんですけれども、普通のプラスチックとは大きな差はないということなので、実際にこちら今作ってるね映像も出ていますが、はい、はい、これライスレジン、これあった奥に、はい、ライスレジンと強化剤を混ぜて200度で加熱していくそうなんですね、うん、そしてその加熱したものをお箸の金型に流し込んでもう固まると。お箸なんだ、はい、これ30秒に1膳のペースで出来上がるそうです。あ、できてるできてる、はい、こちらがライスレジンのお箸。でもなんか見た目はもうプラスチックだ、ね、そうですよね。そうですね、うん、はい、3600円なんですが、3000で3600円、3000で3600円、で600円、3000で600円、はい、3000で600円、はい、はい、すいません、ごめんなさい、変なこと言っちゃいました。現在品切れ中ということですが、今八代さんの手元にもあります。すごいね、安いね、3000ででしょ。3600円では安いと思いますね。これは甘い匂いはしないです。でも強度はどうですか。もう普通の、まあよくあるお箸と、はい、プラスチックの全然違和感ないですね。違和感なく、はい、はあ、素晴らしいな、うん、他にもいろいろとあって、うん、こちらお米のおチョコ、これおチョコなんだ、これお酒飲むのいいですね、はいはいはい、お米だもんね、お米、お米です、うん、さらにはお米のスプーンですとかオカリナなんていうのもあるんですね。そしてこちらは人気なんですが、お米のおままごとセットということで、もうお米でできたおもちゃということで、お子さんが口に入れても安心安全。はライス、お米を使っていますので、例えばこのプラスチック製品を燃やした時に二酸化炭素出ます、出ますけれども、その二酸化炭素をまたそのお米が吸収するということで、このお米を使う割合が増えれば増えるほどですね、温室効果ガスの抑制効果が期待できるということになります、うん、ですので将来的には、化石資源の利用が減って化石資源からの脱却が図れると。それともう一つ、あのお米ですからフードロスの削減にもつながる、うんうん、で実際にあの捨ててしまうところを再利用するということもありますし、こんなこともあるんですね。あの台風などの災害で出荷できなくなったお米、はい、ありそうですね。これを材料に回す、原料に回せるというメリットもあります。実際に台風19号の時ですね、この時にはおよそ3トンの米を無料で引き取ってお米のプラスチックの原料に活用したということもあったようですね、はい、ということで、まあ、お米のプラスチックなんですけれども、今後なんですけれども、例えばあの
レジ袋やゴミ袋など処分の時に燃やすもの、これはお米の割合を今後上げていきたいと、さらに環境に良くなるということ、もう一つは回収できないものがありますね。釣り糸ですとか漁網ですとか、どうしても海にゴミになって入ってしまうの、これを自然に戻せるようなものを開発しようという試みも行われているようです。で、当面はこれは今後の話なんですが、ぜひ、このマークを注目していただきたい。あ、これか、はい、バイオマス、これ30って書いてありますけれども、これは、これだ、バイオマスマークというんですけれども、このバイオマス成分の配合割合なんですね。ですから30ってことは 30% がこの植物系の原料を使ってますよ。で、実際にここにある例えば袋なんですけど、あ、その袋にも書いてありますよね、書いてありますよ、はい、30% 削減なんですね、はい、こういうところにね、こういうマークが入ってます。これは25とか書いてありますので、ぜひこのマークにも注目していただいて、こういう商品、だからこういう商品を買うということで、はい、SDGs そうです、つながってるってことですね。つながってます。